よ、元気にしてるかよ。って、今じゃこのグループラインも3人だけのものになっちまったか。派手に元気そうだな、品塚はよ。お前は相変わらずみたいだな、宇髄さんよ。寂しくなっちまったな、このグループラインも。もう、ぼちぼちこれも解散を考えた方がいいかもな。これはこれで残しておけばよかろう。俺のライン、友達、グループは減るではないか。やっと顔を出しやがったか、富岡よ。ラインなのだから顔は出していないが。その減らず口は健在か。って、そういう意味じゃねえんだけどな。時に品塚は何の用でラインしてきたんだ。ああ、最後の中合会議あったろ。柱の人数も少なく解散宣告を受けた最後の会議か。あの会議でよ、親方様がみんなの血液型を調べてみようっておっしゃってただろ。そのことが頭から離れねえんだよ。そうか、血液型か。煉獄なんかはきっと大型だろうな。なぜそう思う。ああ、そんなの決まってんだろ、人がいいからだ。大型っつうのは人がいいのか。血液型によってそういう傾向があるってだけの話だ。分類に分けるとこうだ。 A 型は真面目で几帳面な性格、 B 型は好奇心旺盛で行動派、 O 型はおおらかで社交的、しかも人がいい。そんじゃ AB 型は。 AB 型は変わってるとも言われるが、実は感受性が強く、ミステリアスで口下手、しかも引っ込み思案と言われている。当たってるじゃないか、びっくりだ。それじゃあイグロなんかは AB 型だよな。なぜだ。そりゃあいつはよ、ミステリアスだろ。派手に外れたな、あいつは A 型だと言っていたぞ。なんだと、あいつが A 型当てはまんねえだろうが。いやいや、あいつはああ見えて几帳面なやつだからな。それにだ、さっきも言ったが、必ずしも血液型で性格がわかるわけではない。あくまでそういう傾向があるという話であってな。あいつが几帳面？納得がいかねえ。この俺が AB 型だってのによ、期待を裏切りやがって。真面目で言うと胡蝶なんかも A 型だろうな。胡蝶が A 型。あいつは人がいいから O 型だろう。いや待て、感受性が強いから AB 型か。そうなると AB 型同士は相性がいいんだろうか。おいおい、えらく口数が増えたじゃねえか。富岡、その話からするとお前も AB 型なんか。お前もだと。では品塚は貴様も。ああ AB 型だぜ。悪いかよ。お前たち派手に暴露したな。それに免じて俺が調べた血液型相性を教えてやろう。派手にな。血液型相性、その調べは確かか。あくまで統計的なもので確かとは言えん。ちょ待て、それを聞く前に胡蝶カナエは何型だと思うよ。胡蝶カナエは O 型だ。ああ、なんでてめえが知ってんだよ。品塚が柱になる前に聞いたことがある。そういえば言っていたな。それじゃあよ、胡蝶忍は A 型じゃねえな。だってよ、姉妹なんだぜ。同じ血液型だろうが。品塚、お前はアホか。宇髄さんよ、喧嘩売ってんのか。両親が A 型と O 型であればどちらも生まれる可能性があるだろうが。なるほど、合点がいったぜ。そんなことより相性を教えてくれ。待て待て、そう焦るな。仮に胡蝶忍が A 型だとするとだな。ドキドキしてきたではないか。めちゃくちゃ相性がいい。我慢せずに言いたいことを言い合うことで相性抜群だそうだ。なんと、そうであったか。あの時、あなたとこの山でもっと言いたいことを。なんとかおっしゃったらどうですか。あれは確か2年前のこと。そんなところから話されても困ります。嫌がらせでしょうか。あんなに密着していたのだ。もっと話せばよかったのかもしれんな。今となっては話すことができん。悲しいな。
どうしたよ、富岡。いや、なんでもない。まあ、そう落ち込むなよ。俺だって気持ちは同じだ。校長、かなえか。品津川との相性は悪くはないが。悪くはないが。って、おい！気になるじゃねえか。気まぐれな行動を犯しがちなお前のことも、校長、かなえなら温かく見守ってくれたはずだろうよ。そうか。そういや。品津川くん、どこ行くの？あ？どこだっていいだろうが。私もついていくわ。だって品津川くんって無茶ばかりするから。ついてくるんじゃねえよ。だって鬼と戦いに行くんでしょ。だからだよ。お前がいちゃ集中できねえんだよ。それって私の身を心配してくれてるの？だったら大丈夫よ。私だって柱なんだから。これは俺だけの任務だ。だから来んな。じゃあ一つ約束して。なんだよ約束って。絶対に無事に帰ってきて。そして無事に帰ってきたら私とデートしましょう。は？デートはしねえが、無傷で帰ってきてやんよ。そんじょそこらの鬼なんかにやられやしねえよ。時とは残酷だな、品津川。け、気を使うんじゃねえよ。お互い様だろ。うむ、鬼など存在しなければ俺たちが出会うこともなかったのだからな。だから胡蝶と出会えたこと後悔はしてないつもりだ。おいおい、派手に神器臭くなってんじゃねえよ。宇髄さんよ、イグロと甘露寺の血液型の相性は？それを聞いてどうする？いいから教えてくれよ。イグロは A 型、甘露寺は確か。ミツリは B 型だよ。お、親方様、聞いていらしたんですか？ああ、私もグループラインの一員だからね。天元、それでどうなんだ？オバナイとミツリの相性は。はい、理屈っぽいやつ A 型は B 型の突拍子のない行動を可愛いと思うのであれば相性はいいと思います。それが聞けてよかったぜ。実際イグロのやつは理屈っぽいが、甘露寺のことを可愛いって思ってたからな。うん、そうだね。私は父が亡くなってからの付き合いだけど、オバナイとミツリは無惨がいなければとてもいいカップルになってただろうね。あいつたちはあっちで結ばれているだろう。俺も胡蝶に会いに行くかな。うん、それは許されないことだよ、義勇。残った我々は生きていくことこそ彼らへの恩返しになるのだから。よい。そうだぜ、富岡。バカなことを考えるんじゃねえよ。そうだぞ、姫島さんや時藤に怒られるぞ。ちなみに行名は B 型、無一郎は AB 型だよ。どうしてそんなことを知ってるんですかい。失礼だぞ、品津川。親方様は何でもご存知なんだ。いいんだ天元、ありがとう。医療班に彼らを弔う際に血液型を調べてもらったんだ。なるほど、さすがは親方様だ。では墓標にも刻むんですか？うん、彼らの生きた証は全て残したいからね。親方様のお心遣い、彼らも感謝していることでしょう。天元、君だけ血液型がわからないままなんだが。俺ですか？俺は O 型です。え？そりゃ何かの間違いだ。どういうことだ？間違いではないぞ。うん、確かに全く社交的ではない。ああ、嫁が3人なんて自由すぎるだろうが。それは忍びの家系で決められたことだし、自由とは言わねえよ。まあ、おおらかっつうことだな。言葉では何とでも言える。富岡、てめえ喧嘩ってんのか？どうしたんですかい、親方様。いや、皆が生きていた頃が懐かしい。それもこれもこのラインでおしまいだよ。天元、サネミ、義勇、君たちは人の生活に戻らなければいけない。ちょっと待ってください、親方様。そうだぜ、俺たちは鬼殺隊に生涯を捧げてたんですぜ。今さら戻る場所などない。
そんなことはない。新しく生きがいを見つければいい。ですが、このグループラインは残しておきます。異論はない。 LINE の友達など減るのは困るからな。いつでもこうして昔話でもして笑いましょうぜ。本当に君たち柱、いや鬼殺隊の皆はいい人間ばかりだった。ありがとう。親方様はご自分で考えてのことだろう。ああ、親方様には感謝してもしきれねえよ。あの若さでしっかりしていらっしゃる。そういや、親方様は何型だったんだ。そういえばおっしゃってくださらなかったな。また今度聞きに行けばいい。産屋敷店。そうだな、また今度な。おう、お前たちもまた今度。こうして LINE でまた今度と言っていたが、俺たちは二度と出会うことはなかった。そして知らず知らずのうちにグループ LINE も消えていた。しかしあの最後のグループ LINE で俺は初めてみんなのことを知った気がした。血液型も含めてな。俺たちの話は面白かったが、他の動画でも俺や炭治郎や胡蝶の面白い話や感動の話がたくさんある。よければチャンネル登録を頼む。